高等法院庁舎司法機構は、香港特別行政区の司法府である。終身法院以下、各種法院によって構成される。司法機構の庁は、終身法院主席法官で、返還後は、李国能が務めている。なお、司法機構政務所は、高等法院ビルの地下に設けられている。なお、本文では、組織名称に中国語原文を用いる。法院は、 裁判所、法官は、裁判官を指す。香港では、終身法院、高等法院、区域法院が一つだけ設置されている。裁判は三審制であるが、第一審は交際に相当する高等法院でも行われている。この他、裁判法院や、各種審査仲裁どころもある。日本に比べると、やや複雑である。終身法院主席法官と、 高等法院主席法官は行政長官が指名し立法会の承認を経て全人代常務委員会によって任命される。この両主席法官は外国の永住権を持たない中国公民でなければならない。その他の法官は法官と司法関係の学識経験者による独立委員会によって推薦され行政長官が任命する。 普通法を採用する外国から任用することができる。香港では、売信団制度が導入されている。売信団には21歳、以上65歳未満の香港住民の中から抽選で選ばれる。選抜などの事務は、高等法院司法上務官が担う。選ばれた場合は、正当な理由があると認められない限り拒否できない。また、 無断欠席も同様である。雇用者は従業員の賠償団への参加を妨害できず違反した場合は最高2万5千本コンドルの罰金及び3ヶ月の懲役刑に処される。ありがとうございます。